はい、ありがとうございます。先ほどまでは今お仕事をする前までシンガポールとかインドネシアで何をしてたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、ここからは今何してるのかっていうお話をお伺いしようかなと思っていて、改めて今一般財団法人で働かれてると思うんですけど、どういうことをしてるのかってお聞きしてもよろしいですか？はい、私入団してからずっと留学生事業で担当しているんですけど、ここではアフリカであったりとか、アフガニスタンとか世界から来る留学生を受け入れて、受け入れる前から募集選考をしたり、あと日本に来てから来日後の支援とかオリエンテーションをして、就学中の2年から2年半の間ずっとモニタリングといって、学業の進捗であったり生活面で困ったことはないかとか、卒業してフォローアップをするというようなことをしています。なるほど、結構いろいろ聞いてみたいなと思ってるんですけど、まず対象者としては途上国の留学生ですかね？主に留学で対象となっているのは発展途上国と言われるところかな、なるほど。とはいえ先進国からもなくはないって感じなんですかね？留学生事業以外の研修であったりとか国際交流ではアメリカとか先進国も対象になってます。なるほど、じゃあ一般財団法人でやってるのは国際交流みたいな事業もあるし、まあ、そういったところもあると。そこに対して途上国向けのサービスもあるし先進国向けのサービスもあるみたいなイメージなんですね。そうです、全世界対象の、うん、そうなんですね、はい、実際じゃあもう少し聞いてみたいんですけど、途上国から来る留学生ってあるじゃないですか。でも途上国なので私費で留学することってほとんどないですよね。でそうするとどっかからの援助があったりするんですか？主に国の奨学金として JICA さんが実施されているような奨学金プログラムで選ばれた行政官の方々、民間の方もいらっしゃるんですけど日本に来ていらっしゃいます。なるほど、じゃあ実際日本に来て学ばれるっていうのは留学なので大学の留学ですか、それとも大学院の留学ですか？担当しているのは大学院の方ですね。じゃあ実際途上国から来る方の中で大学院で専攻する内容ってどういう内容が多いんですか？やっぱ経営系とか経済系？はい、経営系多いですね。あの国際経営とか、うん、理工学系もありますね。理工学系あるんだ、はい、ちなみに農学部とかあります？たくさんいらっしゃいますね。はい、農学は多いです、ね、あ、そっか、農業があるから。農業が、はい、そういうことか。なるほどね。実際途上国の人たちが日本の大学院に行くってめちゃくちゃ難しい部分もあるかなと思うんですけど、そういうところって感じたりしますか？勉強の仕方が全然違うっていうところで、日本って研究室で学生同士学ぶっていう環境があるかなと思うんですけど、いらっしゃった留学生の皆さん指導教員の方から学びたいって思ってるけど、指導教員と留学生じゃなくて学生同士で実験したり学び合うとか、そういうところでギャップがあるって言ってる学生はいました。なるほどね。でもそこまで指導教員も調べてちゃんと応募してるってことなんですね。でもね、はい、実際選考もされるって話あったと思うんですけど、途上国の人たちを選考するってどういう視点で見ることが多いんですか？まずは語学力、うん、日本では英語で学ぶっていう奨学金なので英語力があるか、あと基礎学力として数学備わっているかっていう、うん、そうなんだ、はい、数学基礎学力で英語と、はい、数学の試験があります。 そうなんですね。あとは一般的な応募書類書いてもらって、うん、研究計画出してもらって、志望動機とかで、あとは書類選考通った方は面接に進んで、じゃあ実際面接されたことあります？私はあの面接の調整をするので実際に面接するのは JICA さんだったり、うん、大学の先生の方々ですね。なるほど、そうなんですね。実際数学のテストとか英語のテストあるじゃないですか、なんでそれ必要なんですか？途上国と日本の学力って結構差があるので、うん、一般的に途上国ではある程度の学力があって大学卒業した方であっても、日本に来たら基礎学力がなくて修士課程の勉強についていけないとか、うん、そういうことで来た後に結局成績が取れないっていうこともあるので、なるほどね、確かに留学するところまでサポートするけど、とはいえ勉強するのはその人自身だから、ちゃんとそれでついていけなかったら卒業できないよって話なんですね。そうですね。ちなみにもし留学するじゃないですか、留学してついていけなくて2年経って卒業できないっていうケースもあるんですかね？ありました。そうなんですね、はい、でじゃあその時はそのまま終了、あ、終了そうなんだ。確かにそれだったら選考してるのめちゃくちゃ大事ですね。募集選考は非常に大事ですね。確かにそうなんだ。もう2年間2年半で決められた期間でしっかりと就業をして母国に帰って貢献してもらうっていうプログラムなので、うんうん、期間で終わらなかったらもう終了になってそうなんですね。
ちなみに今何年働かれてるんですか、そこの一般財団法。今4年働いてます。そうなんですね。じゃあ4年だったらいっぱいありましたねいろんな留学生に出会いましたなるほど、ありがとうございます。そこの一般財団法人で途上国の人たちを日本に連れてきて人材育成みたいなのをするみたいなことをやってると思うんですけど、自分が一番そこに働いてて学んだことってありますか。対人なんで、人間関係の築き方を日本人だけではなくて、そのいろんな国の方々とコミュニケーションをするっていうところはすごく鍛えられたなと、はい、そうなんですね。なるほど、ありがとうございます。今じゃあ4年間一般財団法人で働かれてると思うんですけど、清水さん的に将来どういう風になりたいとかって考えてるんですか。これまで大学の時と社会人で教育関係、人の育成っていうところに関わってきているので、今後もこの道でキャリアを続けていきたいなと思ってます。なるほど。一般財団法人のところは結構海外とかにも支部あるんですか。留学生の募集選考をするために現地に事務所がアジアの、じゃあ結構大きいんですね、その財団は。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にっていうところで3つお聞きしたいなと思ってるんですけど、いろいろ行かれてたと思います。カナダのど田舎、すごいいかつい男性の下でシンガポールで働くとかね、あとは日本語の先生でインドネシアで学ぶとか、まあ、いろいろ海外とか学ばれたと思うんですけど、日本っていうのをどう見えてるのかっていうところをお聞きしたくて、日本ってどう見えてます。日本は留学生から見た日本っていうところで言うと、住居のことであったりとか、いろんなことで言語が壁になったりとかすることが多くて、まだまだ外国人にとって住みやすい日本にするにはたくさんの壁があるなと感じてますね。そうですよね、みんなそこ気にするっていうところが案外気になってたりもするんですよね。そこは確かに思いますよね。ありがとうございます。社会人になってがっつりと国際協力というか国際交流というか、そういったところをお仕事されてると思ってるんですけど、今清水さんが考える国際協力って何ですかね。アフガニスタンとかで紛争が起きたりとかしているのを見ると、人と人のコミュニケーションからどんどん大きくなって問題になっていくなっていうふうに思うと、近くにいる人に親切にすることが国際協力、平和につながるかなと思います。なるほどね。ただ大きい視点っていうところもあるし、身近な人たちに親切にするっていうところも国際協力っていうふうに捉えられてるってことですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にっていうところなんですけど、清水さんが例えば今の大学生の方とか国際協力に入りたいなって思ってる人たちにアドバイスをするとしたら何ですかね。身近にいる外国の方であったり、留学生の方、すごくコロナ禍でも意外と近くにいたりするので、見かけたら声をかけてみて、なんで日本にいるのかとか、どういうことに興味があるのかとか関心を持ってみて、まずはその人からその国に興味を持ってみる、で少しずつ知っていくっていうところをしてみてもらえたら嬉しいなと思います、うん、なるほど。確かにそうですよね、留学生って結構いますよね。はい、で今働かれてるところから留学されている数ってどれくらいいらっしゃるんですか。これまで受け入れてきた留学生とかだともう5000、6000、5000人もいるくらいは相当いるね1年にどれくらい来るんですか。1年で来る数で言うと500人とか。あ、そんないるんだ。くらいは、はい、その人たちがやっぱ大学にいるんですね。はい、全国に頑張って勉強されてます、はいはいはい、なるほどね、まあ、もちろんいいところもあるし、それもいわゆる国際交流ですからね、うん、まあ、そうやって途上国の人たちは日本のことを学んでいくし、いろいろ学んでいくっていうところもあると思うんで、ぜひ周りで見かけたら話をかけて、なんで来たのみたいなところから深掘りしてもらった方がいいってことですかね。そうですね、やはり国を背負って来ている方とかもいらっしゃるので、うん、聞いてみるとすごくいろんなことが聞けるかなと思います。おしゃべり好きなんでね、はい、あとなんか本当にアフリカの人たちとかだと料理とかも全然作ってくれたりもしますんでね、うんうん、なんかそういったところも含めて海外の人たちとコミュニケーションを取っていってほしいっていう感じですかね。はい、本当にそうですね。はい、ありがとうございます。今日はですね、国際協力の中でも途上国の人たちに対して日本で人材育成を行われている清水さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。